皆さんこんにちは。スーパー百姓を目指してオランダで農業経営を勉強しています森田咲です。今回の動画では野菜や果物の包装、つまり袋やパッケージングについてご紹介します。今回はその袋の役割を4つご紹介します。1つ目品質を保つ、2つ目見た目、3つ目便利さ、4つ目は情報伝達です。では始めます。まず1つ目の品質を保つですが、まずは袋があることで外部からの異物混入を防ぐことができます。例えば外から砂や虫が入るのを防ぐこと、あとは果物が例えばプチプチの袋で包まれているとしますよね。そうすると壁に当たった時の物理的衝撃を抑えることができて、これは重要で、なぜかというと傷がつくとそこからカビが繁殖しやすくなったり、あとは腐りやすくなったりするからです。あと考えなくてはいけないのは植物の生理学的プロセスで、例えばなんですけどキュウリがあるじゃないですか。それがぴっちりと袋で包まれていることで、包まれていないものよりも11日ほど保存期間を延ばすことができると言われています。これはなぜかというとキュウリからの蒸散を防ぐことができるからです。あとはカット野菜に多いのですが、袋の中の空気の成分を一定に保ったり、一定の範囲に保つ、例えば二酸化炭素の量を少し増やすとかということで、植物の固有の量を減らしたりすることができて、植物の老化を抑えることができます。で、2つ目は見た目です。私の尊敬する農家で、例えば赤株や白株、レタスなどいろいろな野菜を一つの袋にまとめてサラダミックスとして売っている方がいるんですけど、これはお客さんとして見て楽しいじゃないですか。で、買おうって思う。で、見た目を良くするのは包装の役割の一つで、これでお客さんに買わせることができます。で、3つ目は、便利さですね。袋に入っているものってお客さんとして例えば買う時もこれ掴めばいいし、持って帰る時もこのままで楽じゃないですか。お店側としても袋に入っていると棚に並べるのが楽、運ぶのが楽、お会計もこの袋は何グラムだからこの何円っていうのがすぐに分かるので便利ということがあります。で、最後4つ目は情報伝達です。これは明らかな商品を除いて、大抵の商品はその商品名と、あと生産地、生産者名などが袋に書いてありますよね。で、ブランディングに力を入れたい場合は、例えば生産者の顔写真が載っていたりロゴが載っていたりすることもあります。これは商品や生産者についての情報を消費者に届けるという役割です。あとお店側としても、例えばバーコードがあることでこれをピッてやるだけで在庫管理や、あとお会計をすぐに済ますことができます。今回の復習をしますと、野菜や果物の包装の役割を4つ、品質、見た目、便利さ、情報伝達です。次回の動画では包装のデメリット、今はプラスチック汚染が問題になっているので、そこについても触れられたらと思います。ではまた。